眼科医の平松です。今日は白内障手術後緑内障がある方って目薬やめていいのかなっていう質問です。結構ですね、多くのクリニックで白内障手術後に緑内障の目薬やめんですよ。理由はですね、プロスタグランジン製剤って言ってキサラタンとかタプロスとか、ルミガンとか、トラバタンズとかあっちの目薬って炎症を起こすんですよ。特に白内障手術後とか使うと。なので、手術後一時的に目薬やめるっていう施設が多いです。もちろん眼圧が悪いとかの場合は使うことも全然ありますし、そこら辺は目薬でコントロールはできるんですけども、となると患者さんとしてみると、一時的に目薬やめるか心配じゃないですか。失礼なんですけども、私個人としては今までそんなにもちろん眼圧がすごい高いとか緑内障末期とか、それは使った方がいいし、もっと言うとそれ白内障手術だけじゃなくて緑内障手術も絶対した方がいいですよってことになりますんで、普通目薬をやめちゃいけないぐらいの緑内障だったら白内障単体じゃなくてミグスも併用するとか緑内障手術を併用することが多いんですよ。だから白内障手術で済みそうな方の場合だったら、そんなに白内障手術後一時的に緑内障目薬をやめることはあんまり心配しなくていいかなと思います。ただしやっぱり心配な方も多いと思うし、それ不安なんですって患者さん今までもたくさんいました。そういう場合はちゃんと相談していただければ、まともな医者だったら、じゃあちょっとこれは続けながらやりましょうかとか、プロスタグランジンだけ抜いて他だけは再開しましょうかとか、それ結構医者によって対応してくれると思いますんで、ちゃんと相談していただければと思います。今日は緑内障があっての白内障手術後の目薬についてお答えしました。